って誰もが知って大ブレイクみたいなのは今もそうなのかどうかもよくわからないし、だいぶ知ってもらえるようになってるんだろうなっては感じるけど、まあこっちのやってきてることはそんな変わってないんで、ずっとやってるんですよっていう感じもあるし、世の中こうやりしたりもね移ろいやすいし、今はそれなりにいい状況かもしれないけど、それがずっと続くなんて保証はどこにもないし、まあ信用してないっていうかね。大阪のライブから数日後、都内のレコーディングスタジオです。今日から新曲の曲作りとレコーディングが行われます。全くのゼロから完成まで、一曲を4日間で作り上げるという制作の裏側に密着させてもらうことになりました。これ誰が出るんですか？武井絵美ちゃん。これから作るのは地下鉄の CM 曲。積極的に外に出たくなるイメージで作ってほしいと和義さんのもとに依頼がありました。実はこの時点では下曲も出来上がっていません。和義さんの曲作りは白紙の状態でスタジオに入るところから始まるのです。まず向かったのはドラムセット。先にリズムだけを録音しようというのです。 CM はわずか15秒。曲のテンポやリズムが重要な鍵になります。和義さんはこのリズムをベースに曲作りを進めるのです。ここに置いてあったマラカスタも1個シェーカーがいいですよね。マラカスやシェーカーも登場。あ、結構あとタンバリンも次行きたい。次々に楽器が足されていきます。1時間かけて2パターンのリズムができました、うん、ドラムはいつからやってるんですか？あれも遊びでは中学ぐらいから遊びで叩いたりはしてたけど、ドラムが趣味ですからねドラムが一番楽しいんだよね。ドラムだけ叩いて歌詞なんか書きたくないのに。ここで作ったリズムがこれから始まる曲作りのヒントになるのです。その前に夜ご飯。メニューはレバニラ定食。これから始まる曲作りに備えてしっかりと腹ごしらえです。夜10時、
スタジオで飼われている猫ソックスが寝支度を始めた頃、和義さんはここから本格的に指導します。曲作りの時いつも使うのがこの場所。誰もここには入れずにたった一人で作詞作曲を始めます。じゃあこもります。すいません。ここからすいません。はい、大丈夫です。はい、作詞で始まるんですか。いや、いろいろですね。どうなるかわかんないですやはり曲作りは撮影 NG、 やんわりと撤退を促されてしまいました。気がつけば外は雪。スタジオの中ではスタッフの皆さんが曲が出来上がるのをひたすら待っていました。チーム斉藤ではよくある光景。雪と傘が。時計の針が朝の5時を指した頃、部屋にこもり始めて7時間、やっと和義さんが現れました。この日残念ながら曲は出来上がらず、作業はここで終了です。翌日和義さんがスタジオに現れたのは夕方。曲作りに悩んでいるはずですが、そこには嬉しそうにギターを弾いている姿が。和義さんの唯一の趣味はギターを集めること。100本以上をコレクションしています。参加されたエレキギターの、なんていうか、最初のエレキギターで、それが発売されたのが1950年とかで、その頃のが欲しいなと思ってて、これは57年のやつなんですけど。へえ、すごいヴィンテージ感ありますもんね。そうなのよね。一目惚れですか。一目惚れです。かっこいいギターを持つと喜びが あるじゃないですか。そうそうそう、まずはこうね、持って自分が盛り上がるっていう見かけが大切なのでそうですよ。音は二の次でいいんですよ昨日から作っている曲はイメージはできてきたんですか。そうっすね。なんか2曲あって どっちがいいかなと思ってたんだけど、まあ、CM に合いそうなのはこっちなのかなと思って、まあ1個に絞ってちょっと、はい、構成を考えているところですね、うん、実は昨日の夜、曲のイメージだけは2種類出来上がっていたのです。売れますかね売れると思いますそうですか、まあ、どっちでもいいんだけどどっちでもいいっていう感覚ですか。売れる売れないは。うん、そうっすね。だって狙って作ったところで売れた試しがないしなと思ってこれはすげえぞとか思ってもそうでもなかったなみたいなことは多々あるので、まあそういうこと考えては作んないですね。うん、もちろんそうなったらいいなとは思うけど、
まあね、そんな売れる曲の作り方があったら教えてほしいわって思うよ。曲作りに近道はなし。曲のイメージを形にする作業が続きます。曲作りに入って28時間、出来上がった曲と詩を持って和義さんがやってきました。タイトルはメトロに乗って。早速歌を録音します。出来上がった東京の地下鉄の CM ソング、歌詞には和義さん自身の東京への思いも詰まっていました。僕らで会った街。1988年、22歳でミュージシャンを志し栃木県から上京した和義さん、時代はバブルに浮かれていました。アルバイトをしながら音楽に打ち込む日々が始まりました。そのきりバブルな頃でしたね。当然だから当然バイトしてやってたんですけど、もうとりあえず何も、もう求人募集がいっぱい来るわで、そこには困んなかったから、バイトをやっちゃやめやっちゃやめみたいなダラダラやってましたけど、バイトは最初は銀座のデパートの地下の惣菜屋さんとかでステーキ焼いたりしてましたね。ステーキ焼けたのね。ステーキとハンバーグとチキンのトマトソース煮っていうのを作ってましたね。うん。その後25歳で音楽事務所と契約、事務所の勧めもありデビューを目指して渋谷のライブハウスで定期的にライブを行うようになります。思い出のライブハウスを訪ねました。和義さんのアコースティックギターを多用する音楽のスタイルは当時としては珍しいものでした。時代はバブリーだし、こうみんな、なんだろう、なんていうか、スキー行ったりとか、とにかくバンドもバンド全盛時代だったりとかで、もうすごく時代錯誤なやつみたいな感じで思ってる人も多かったみたいから、なんでこんなバブルな時代にフォークやってんのみたいに言われて、いやフォークじゃないんだけどなと思いながら、アコギイコールフォークみたいな感じだったから、いやいやいや、アコギでロックをやっとるんじゃいと思ってたけど、自分のスタイルを信じて曲を作り、ライブで披露する日々が1年余り続きました。